この度、トミックスから、ウエストエクスプレス銀河が、発売されました。高級志向のクルーズトレインよりも、手頃に乗れる長距離列車、をコンセプトに、2020年に117系電車を、改造して登場しました。それでは、一両一両を詳しく、見ていきましょう。まずは、下りより先頭車の、黒116、7016です。グリーン指定席となる車両で、車内は一人掛けのボックスシートが、8区画16席、設置されています。続いて2号車、モハ116、7036です。女性専用の指定席車で、中央にリクライニングシート、後方には2段式の簡易寝台があります。言わずもがな、ちゃんと車内もしっかり作られています。3号車、モハ117、7036です。普通車指定席となる車両で、中央にリクライニングシート、後方には個室が2部屋、設置されています。4号車、モハ116、7032です。優勢の名が付けられたフリースペースで、いわゆるロビーカーのような車両です。後方のボックス席にあるテーブルでは、将棋やチェスを楽しむことができます。5号車、モハ117、7032です。2段式の簡易寝台が、極角並んでいます。変則的な窓配置が特徴ですね。最後に、上り寄りの先頭車、黒117、7016です。グリーン個室となる車両で、車内には個室が5つ設置されています。ベッドの幅を確保するための、台形状の部屋と通路がしっかり再現されており、個室のテーブルランプが点灯します。さて、もう少し詳しく見ていきましょうか。先頭部のヘッドマークは、細かい印刷でしっかり表現されており、LED 化されたヘッドライトの、一つ一つの発光体が、モールドで再現されています。素晴らしいですね。おでこに増設された小さい補助灯も、しっかり点灯しますよ。保安表記や所属表記、ドアの手掛けなどの細かい表記類は、すべて印刷済みです。トミックスもここまで来ましたよ。車端部に取り付けるトイレタンクと空気配管のパーツです。これを取り付けるとかなり実感的になります。いやー、素晴らしいですね。それでは走行シーンへと参りましょうか。